はい、こんにちは、多聞丸のカンコレ多聞丸です。本日はルソン島沖、オルモック沖、匠の輝き、戦力ゲージの、ね、攻略をお送りしたいと思います。それでは、今日のね、出演メンバーの方の紹介をしたいと思います。今日はですね、ちょっと一つだけ昨日から、出演機をして、なかなか削りきれないなという、感じを受けてまして、もっとね、いい方法はないものかと思って、考えておりましたら、タイゲーをね、使うという方法もあるということを、ましたので、こちらの方を試してみようかと思いまして、今日は機関にタイゲーを押してみます。昨日に引き続き、アノヤさん、桜井イリスさんでしたね、はい、こんばんはです。昨日なかなかあと少しというところが、ありましたのでね、もうちょっとなんとかできないかなと思いまして、今日は、編成の方をこんな感じにしています。今日は第二艦隊の方は、基礎を外して、長波に戻ってきてもらってます。そして中旬洋艦のハムロから、足柄さんにね、入っています。あとは、フレッチャーに、昨日まではね、魚雷二つ積んでもらったんですけど、今日は三つ積みの状態にしています。空母Q さんも今日もありがとうございます。出演機メンバーの方は感じてね、選んでみました。制空地の方はこれでも最後までいければ、きちんと制空確保までは持っていけるという計算で出していますので大丈夫でしょう。そして支援艦隊の方なんですけども、道中支援の方は特に変えてないんですが、決戦支援の方をちょっと変えてます。どうしてもね、先制雷撃終わってしまうとその後の攻撃が続かないっていうのを昨日痛感しましたので、戦艦の火力がだいたい180くらいのね、火力があれば、投降ないし反抗戦でも、大破まで持っていけるということなので、それ以上過剰な火力は持たないことにして、あとは命中率を上げるための、電弾装備という感じにしています。そうですね、この編成の場合は友軍なんですけども、赤城加賀の一方線の編成と、あとは陣営隊の潜水艦の支援、そしてこれは出たらもうしょうがないんですけども、流砲隊のね、支援も来る可能性がありますが、一航船と陣営隊と、そのどちらかが来てくれれば
だいぶ期待が持てるかなと思って編成しました。支援艦隊はこんな感じでいきたいと思います。そして最後に基地航空隊についてなんですけども、まあ銀河に関しては、まあ、こういった偵察機もね搭載させなくても相手のね駆逐艦を落とすことができるんですけども、まあ、それ以外の石切飛行では偵察機を搭載しないと決定台になりませんので、昨日まではね銀河3中隊だけで行ってましたけども、今日はもう1中隊第3航空隊に野中隊を追加しています。うん、あとは中隊の位置もね、昨日までは第4中隊とか第3中隊とかに陸攻配備してましたけど、今日は銀河に関しては全て第2中隊に配備しています。この方が、攻撃が通るらしいので、ちょっと採用してみました。うん、その反面第3中隊に入っている野中隊に関しては全滅する恐れが非常に高いので、ここはもし全滅したら他の中隊と交代していこうかなと思います。やれることはまあ全てやって、あとはという感じでいきたいと思います。ごめんさん、今日もこんばんはです。ちょうどね出撃の内容について今ご説明終わったところですが、早速第1回目いってみましょう。まさかね体芸を使うとは思ってなかったんですけどもね、今のところちょっとこれしか思いつかなくてやってみたいと思います。神谷さん、ありがとうございます。パンムスたちを応援してやってください。嬉しいな。どうよ。さあ、あとは作戦計画概要をご説明します。本当に今回のイベント、まあ、長かったようなあっという間だったような感じはしますが、高弾作戦最終作戦海域作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。なんとかねいい結果を出したいと思います。それでは行ってみましょう。第1艦隊、第1機動艦隊、第2水雷戦隊、出撃開始。艦隊機関隊外出撃します。今回の、隊芸この編成はですね、まだ出撃したことがありません。まあ、今が初めて出撃しますので、まあ、どういう結果をもたらすかは分かりませんが、まずは道中をね倒していきましょう。嬉しいかも。嬉しいかも。出撃対空戦闘用意。第三警戒方向序列日系陣行きましょう。でも皆さんはあまり、緊張しないで見ていただければと思います。だいぶ身がというね
コメントを昨日もらっちゃったので。敵艦発見。どうしましょう。深呼吸をしてリラックスしながらね、見ていただけると思いますので、よろしくお願いします。最初の戦闘はね、まあ予定通りと感じですけどね。一応、艦隊の速度は高速にしないとね、最短が出ませんので、まあ、タイミングとリオムが高速になるように、田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。高圧艦を装備させております。ウゴ Q3、頑張れ、フラッグ2つもね、いただけて、ありがたいです。本当にね、この相手に関して言うと、まあ、調べれば調べるほどやることがたくさんあるなということが見えてきてしまって、一応準備できることはやってみたつもりなんだよね。多少なりとも、勝利に近づけたのではと、自分なりには思ってます。そうですね、ここまではいい感じに進めていますね。嘘、私、ありがとうございます。頑張る。田中少々の士気に勝るとも劣らないね。提督やるじゃ。では風習マスはこれで終了になります。おっと、新風習が来てますね。まあ、この空襲もね、まあ、計算に入れないといけないっていうのがちょっとまた頭が悩ましいところで。まあ、今の、と言いますかね、まあ、昨日、おとといと、基地航空隊に関しては、あまり、お入れしなかったんですけども。まあ今日はね、まあ行ってでも、やっぱりないといけないということでね、一個交代を一つ増やしてしまったので、まあ第三航空隊の、まあ攻撃力は上がったんですけども、その分、撃墜率が上がっちゃってますので、そこがちょっと不安要素かなとは思いますが、今回ちょっと支援が遊んじゃってましたね。非常にまずい状態になってしまいましたね。2つも残してしまった。あーやられてしまった。第2艦隊の機関は、まあ、セーフといえばセーフなんですけどもね。でも痛いですね。これで装備や艦載機体によっては攻撃が1本出てしまいましたね。時間の方が好きだけどね。道中シーンをね、この全部コンディションを上げててもパーセントが来てくれないのがちょっと感じですね。ここはまだセーフなので進撃します。この大破のままで進撃するのはいつも胃が痛むんですけども、まあ、これだけはセーフということでね、ご理解いただければと思います。さあ、昨日はね全部かわしましたけど、今日はどうでしょうね。野球怖いな。今度は支援来てね。
お願い。はい、お願いします。来ちゃったか。仕方ない、始めるよ。まずい。そろそろ反撃よ。優勢が取れた。全攻撃発進。サラの子たち、まずいな。頼みます。ちょっと計算を間違った可能性が、いや予定よりも夜だって航空隊が消耗してしまってて、航空優勢がとりあえずに失効になってしまいましたね。もう一度これ。よし、ここは本当はこうした。やってみるか。叩き落とせ。ファイファイ。もう怖いな。弾幕を張りなさいな。撃て撃て。ここは譲れない。そう。うるさい敵だな。やってやるよ。砲雷撃よーいてー、シミュレーションでは航空優勢取れるつもりで組んでたんですけども、取れなかったですね。もうちょっとアップやめとくべきだったか。この戦いホーネットの戦果が大きいっていうの。まあそうなるか。ごめんねみんな、せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。ここは深呼吸して、あたいが一番やりだね。まあこう見えてエースだぜ。任せな。任せるぞ。さあ進撃していきます。深呼吸をして、はあ、肩の力を抜いて、戦闘体系行ってみましょう。結構やるんだな。見直せよ。いいな、嫌いな、ひたひたにしてやるよ。やってやるぜ。さて今日はどんな戦いになるのか、準備してきたものを全てぶつけていきましょう。さあ基地航空隊のみんなお願いします。まずは進撃。進撃はかわされてしまったけど、3本目も当てていく。6本目は当てられない。5本目で、あ、やっぱりここで損害が出ちゃいましたね。はい、さあ航空隊でなんとか1機だけでもう落としてくれたから、うん、いいでしょう。制空権は確保して、よし、まず一機を落とした。なんだあいつ、先制対戦本気してくるのか。地球を恐るべし。泣き叫び沈んでいけ。トピード、うん、サラがねやられてしまったけど、まだイントルピットとスポネットが残ってる。スポネットもここで避難。でもこれ以上はやらせない。残ってるのは甲板の木は海へ解き。ファイファイ、缶は捨てないわ。これはイントルピットの航空隊のみ。攻撃戦も気を抜くんじゃないぞ。下がりませんよ。
そこです。うるさい敵だな。だったね、やってやんよ。ライン機が1本だけ残っちゃったな。でも私は、ね、でも空母正規は棒立ちになってるので、うん、いいですね。ラズ、主体に艦隊はこれで全て落としたぞ。ナイスイントレピット姉さん、プラツネしてきますね。私初めて見ました、深海生艦から先制対戦攻撃されるの。でも第2艦隊は全部落としましたからね、まだ可能性は。追いかける、行きましょう。予選突入。さあドラム缶は捨てて戦闘態勢。人芸隊、戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん行きましょう。47 7、了解。射点につきます。大嫌い。なかなか寝るな。嫌じゃないか。艦首魚雷用意お願いします。落ちる。まずは一撃、うん、やるしかない。魚雷ダメージが通らない、うん、カツオ節さん、今日もありがとうございます。マスワン、みんな頑張っていますよ。しおい、そして今日も6択残っています。予定は飛んだけども、予定は飛んだけど他が発動しない。あー潰された。この僕をここまで追い詰めるとね。まあいいさ。お攻撃させすることさえできないとは。下がりませんよ。なんてこと。やっぱりね、まあ、道中のタイヤが痛かったな。あれがなければちょっと違った展開もあったんですけど、でもまだ今日は1回目ですので、うん、そうですよね、硬いし、かばうってもう狙い撃ちもしてきますからね、大変なものです。無事帰ってきました、よかった。まあ、かなり致命傷に近いダメージを受けてしまった感じはするんですけど、まずは航空隊のポテンからいきましょう、ね。はい、サラン航空隊は、まあ、まだ大丈夫ですね。あ、初見さんこんばんはです。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。ツアーやっております。だいぶ苦戦してますけども、できれば最後までねお付き合いいただければありがたいです。ではね、確認作業の続きをやっていこうかなと思います。うん、イントレピット、最後ね、最後の一巻になっても戦ってくれました。まあ、水星隊は一機だけ残ってますね。ギリギリ全滅を免れてということですね。頑張りました。ですね、びっくりするぐらいね、すぐらいの抜き打ちでしたね。相手に、まあ、攻撃させないような状態にねできればいいんですけどもね。そうですね、あのイオンがね本体にいてもちゃんと人芸隊が来てくれるということらしかったので、あの採用したんです。ただ今回
出撃したのが初めてだったのでちょっと心配ではあったんですけど、なかなか厳しい戦いにはなるというかね、まあ、もうそれは、まあ、今日でちょうどあの10回目の出撃ですから、うん、まあ、こうなることはもう分かりきっていることですから、そうですよね。まあ、イオンがいるのに潜水艇が来るっていうのは、これもまたあのおかしな指標なんですけども、まあ、生かせるものは全て生かしてね、ないですね。そしてホーネット航空隊は、まあまあ無傷ではないですけども、ほぼいい状態でね、いけそうですね。そしてアークロイヤル航空隊も、うん、全く問題なくいけますね。ただ先ほど航空優勢取れなかった無給の戦いがちょっと気になるので、うん、どうしようかな。よし、じゃあここはホーネットの、航空隊エグサ隊をね、祝い隊に変えます、うん。シミュレーションでは大丈夫だったんですけど、やっぱり実戦となるとね、ちょっと違ってくるので、やっぱり制空を確保しないとね、戦闘力が安定しませんので、ここは変えます。いい機体ね。悪くはないわ。そうですね。ソフト印鑑潰されると悲しいので、上に並べた思い出、ね、なかなかね、上に並べていい時もあるし、あ、そうじゃない時もあるし、なかなかうまいこといかないのが、うん、難しいところですね。うん、あともしよければ、TS 山さんとお読みすればよろしいんでしょうか。もし読み方間違っていないのであれば、あ、嬉しいんですが、もしあこういう風な見方っていうのがありましたら教えていただけますと、次回からもね、そのようにお読みしたいと思いますので、よろしくお願いします。基地航空隊ですね。第一航空隊は、うん、大丈夫ですね。みんな熟練度ついたまま OK です。第二航空隊は、第二航空隊はもう早くも、うん、銀河隊が 0% になっちゃいましてね。そうですよね。 100% だったんだけども結果が違って、うんね、まあ、やっぱり実戦になると起きちゃうことですからね。そして第三航空隊も先ほど機関機が多数ということでしたから、まあ、予想通りちょっとダメージがありますね。さすがに全くない状態では成果が見込めませんので、ちょっとね、熟練度2回ほど出撃してからまた行きたいと思います。 TS 山さんでよろしいんですね。わかりました。そのようにお呼びいたします。はい、ありがとうございます。補給こそ全ての基本なんで、補給は大事。呼吸ありがたいです。じゃあね、ちょっとこれでまた出撃可能です。熟練の方を取り付けしたいですね。僕真っ赤ですね。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。まずはね、修復をしないとね。アドミラル、少し時間はかかる。シャンブルス today。ね、これはまだあの後方でお休みをいただきます。ごめんなさい、提督。航空母艦の艦隊だからまだいいんですけどね。これも戦艦が4隻とかね、船にいて修復しようものなら、もうそれだけで鉄が2000か3000ぐらい持ってかれましたから、うん、まだそういう意味では。みんなに迷惑かけてるかな。この分はきっと取り返すから。そこら辺どうかな、優しいと思えるところは。嫌だな。匂いついちゃう。少しお休みもらうから。こちらも敵もなかなかやるわ。
体直しておかないと。熱気はね、本当に強敵ですね。はあ、もうやられちゃった。 I will enter the dark。 あ、退役じゃないからね。会場博物館は提督、申し訳ありません。この体修理が必要です、ね、でもちゃんとフレッチャーカットイン出してくれましたからね。うん、全く問題はありません。あ、いいよ。私の戦闘に不安があるとでも言うの？ではちょっと熟練度付けをしたいと思います。さあ出撃よ。2号潜水艦の力見ててよね。いや、やっぱりさっき昨日からのだったんですけども、第2航空隊がねだいぶ落とされますね。なんでかな、どうしようかな。位置変えてみようかな。スピリットファイヤーを第一にしてみよう。後段作戦最終作戦回、さあ出撃よ。2号潜水艦の力、ね、つけないと見ててよね。いきます。イベントもあと残すところ明後日の10時には終了になるということなので、うん、まあ、中にはね、逆 RTA とかする人もいらっしゃると伺いますけども、いらっしゃい。でもとてもそんなことには挑めないですね。いろんなねプレイの仕方あろうかと思います、うん、まあ、自分の好きなカンムスでね攻略される方もいらっしゃれば、うん、まあ、私のようにね何を使ってでも攻略をするというものもいますし、うん、まあ、編成もねもうこれじゃないとダメだっていうものではないので、まあ、おそらく攻略された方であれば、作戦終了、艦隊が帰還したわ。はい、この編成で攻略したとは言っても、他の方がね使われても攻略できるというわけでもなく、作戦計画概要をご説明します。まあ、そういったところは非常にね頭を使う部分だと思います。司令官。新年明けまして、ね、おめでとう。ホットイン艦は戦艦より先に向ける4番に決まるにまとめましたねということですね。なるほど、4番目に全てまとめる形でいけば、どうしようかな。よし、今日はねフレッチャーを2番、シグレを3番、シグレ行くよ、ドランタは5番、足柄を6番、まあ、こんな感じにしたいと思います。出撃するから、うん、そしてね、もうここまで来ると出し惜しみもできないので、悪いもね残りすべて、まあ、すべてはちょっと出せないか、まあ、出せる分だけ出します。この6体のね丸を使います。使うのは長波と朝下に3つずつ入れていきたいと思います。それで少しでも、うん、戦力がね上がろうかとは思いますが、いいでしょう、うん。で最低保障、まあ、3つは上がるということですね、うん、はい、いきます。そうそう詰め詰め、
ああこら提督、自分でできっからアホか。はい、今ので4つ上がりましたね。41から45、45になりましたね。うちも上がカットイン、下は電撃艦ですね。ありました。もうその通りにしたいと思います。そして、あとは朝島の方にもね行きたいと思います。今持てるすべてをここにね入れていきます。油断はしたくないしね。強化は歓迎さ。で、運の値がね53、だいぶ高まりましたね、数字上でできるのはまずここまでです。あとはね、作戦計画概要をご説明します。もう一度、高弾作戦、をつけに最終作戦海域、さあ出撃よ。異号潜水艦の力見ててよね。こんな、まあ、イベントの状態ではあるんですけどもね、まあ、デイリーの、あの建造でね、大型艦建造、まあ、1日1回だけね大型艦建造をやってまして、先月からあの全く丸いが出てなくてですね、もしかして保有してると出ないのかと勝手に思い込んでしまいまして、じゃあ使ってしまおうという考えもあったんですけどね。そうですよね、アナのミハリンは良いアプリだったと思いますね。今回は特にそれだけでも順位率が変わってきますからね。あとは我々の、見守ることしかできないんですけどね。で、作戦終了。艦隊が帰還したわ。はい、補給いただきました。ね、あとは基地航空隊の作戦計画概要をさせてから改めて行ってみたいと思います。ちょっと1本だけだとね、すごい、もう一回やった方がいいかな。でもまあ今回はまあこれで行こう、私今は浮き輪に乗ってるけど本当は潜るとすごいのよ。それでは、出席の方はねちょっと休憩させたいので、今20時9分ですので、20時11分になったら出席したいと思います。それまではちょっと雑談ではないんですが、ちょっと待機ですね。潜水艦隊機関大元出撃します。そうですね、 PT が初めて出た時はもう全く攻撃がね当たらなくてどうしたものかと悩んだものです、まあ、その後、まあ、アップデートされてからは、だいぶね対策も立てることもできるようになって、本年もどうぞよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いしますね。でもね、さっきのように来撃されるとまだまだ恐ろしい存在なので、なかなかね打ち漏らしたくはないですね。カットイン艦で大きく削って特攻連撃はとどめの予定でした、そうなれるところまでいければね、まだそこまで行ってないですから、なんともなんですけどね。やっぱ理想的なのは、
その連撃でね落とせるところまでダメージがね与えられればね勝機も見えるんですけども、まだちょっとそこまで行ってない状態ですからね。あ、では時間になりましたので行きましょう。2回目ですね。今通算11回目の出撃ですけどね、まあ、最初の頃に比べるとだいぶ戦闘がね濃密になってきてる感じがするんで、作戦計画概要をご説明します、まあ、中にはもう何十回と下手したらね2桁の出撃もされたという方もいらっしゃると伺っておりますので、まだまだそこにはその域に達してませんから、うん、深呼吸をして、うん、いきたいですね、うん、リラックスしていきたいですね。それでは対空戦闘用意。第三警戒高防御率、敵機を迎え撃たなければなりません。敵艦発見。どうしましょう。こうやって、タイミングを機関にしてるとだいぶ昔の話になるんですけどもね、明石さんを機関にして戦ったという戦いを思い出しますね。始めるよ。確かあの時も冬のイベントだったような、うん、確か戦艦世紀が出てきた時だったかな。これも突破するのにねだいぶ苦労しましてね。嘘、私、ね、今回もそれに匹敵する、うん、攻略難度になってしまってるから、本当にね冬のイベントはいつも怖いんですよね。もちろん夏のイベントよりも冬のイベントの方が自分的には苦手なんですね。1回目の練習戦行ってみましょう。敵艦発見。どうしましょう。来ちゃったか。しかも始めるよ。よく優勢取れましたね、うん、問題なく空襲マスに関してはこれで大丈夫でしょう。完全勝利、うん、出ましたね。嘘、うん、私、田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。頑張ります。ここからは、まあ、水上戦となりますので、うん、支援艦隊のねみんなの応援がなければ突破が難しいので、ぜひね来てもらいたい、うん、で今回の基地空襲はだいぶ外れましたね。第2航空隊に若干ダメージが、これはうまく抜ければいい結果になるかもしれない。迷わずいてほしい。宇宙人なのでなおさら来てほしい。ああ、今回も迷ってしまっている。はいはい、銃の手法は盾じゃないのよ。あれば全部落としてほしいけど、2つはやめて、もっともっと
ここは譲れない。来いよ。下がりませんよ。服を着せて骨を断つなよ。僕なら仕方ない。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。消して消して。仕方ないですね。一つは残してしまえば。なかなか、支援の方がね、今日は、道で迷ってしまっているようなので、でも次は来てくれるでしょう。サラの戦果がそんなに提督のおかげですね。だって私、乾杯しましょう。足がいるんだもの。当然の結果よね。大勝利。ちょっとね、もうちょっと PT 対策したいんですけどもね、カットイン率上げたくて、機銃と見張り員ね、セットに使えばもっと当たるんですけど、そこまで積む余裕がないという状態のものですか、と思いますね。そして今度の持久戦、今度は来てほしい、支援来てほしい、お願いお願いします。今度は僕優勢取れましたね。よし、出てきた。反撃開始。進級は2隻だけですね。なんとかね、上を落としてほしいけど、かわせるか。いいよ。あー、もらってしまった。3番手は残して、よし、ブロックして落とさせてもらう。行きなさい。方が好きだけどね。夜やってみるか。弾幕を張りなさい。叩き落とせ。撃て。はい。ファイズ。突き。これを切らせて骨を断つなよ。下がりませんよ。そこです。この足場にかかってこい。残念だ。あ、まずい。まずい、残した。長波に続け。うわ、突撃する。まさか機関を狙ってくるとは。なんとか体内ね、火力はないけど、一応回避率はねそれなりなので壊せましたね。あ、危ない。オーマイガー、サラの戦果がそんなに、提督のおかげですね。帰ったら乾杯しましょう。なんだかんだ言って昨日ね、5回全部道中突破できて、今日も2回とも被弾はしましたけど、田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。突破できてるのでね、提督やるじゃんか。いける。成長しています。カンムスは成長している。提督は成長しているかな、してないな。嬉しいかも。なるほどね。でもぜひね、幹部たちを応援してやってください。お願いします。それでは戦闘態勢に移りましょう。結構やるんだな。見直せよ。いいね。やるぜ。よし、あ、行きましょう。お、全力で当たっていきます。防空隊のみんな頼む、一撃でも多く出てくれ。まず初手で一撃。2手目はかわされてしまった。3手目かわすにスキル。4手目持てたけど、これもかわして。5手目はどうだ。
終わった。1艦隊に6点目を2つ、よし、まずはね第2艦隊2つ落とせましたね。では航空戦開始。どうだ、そして支援艦隊のみんな飛竜やってくれ。3本やってくれ。ホーネットとシングレに行ったか。これ以上はやらせない。シングレ中波ホーネットは火災を防ぐの。アタック、甲板の木は海へ。アタックだ、よし、ダメージ大丈夫だ。これ次はイントレピットできますからね。僕の射程がないんですけどね。お、ボスに行きましたね。遅かったな、もう完璧した後だというふうに言ってみたかったんですけど、残念ながら空母部隊はこれで、まあ、全滅となってしまいましたけどね。ここからは第二艦隊ですね。あと3隻。シミでもここで変化してしまいましたね。ここは譲れない。痛いですよ。もしでも何撃やってでもらわないので。お、ボスにも行った。よし。と第二艦隊少しでも。あ、シグレがねダメージをね吸ってくれたんでね。残りは長波、フレッチャー、朝志も。足柄ね、うん、どうなるか。みんな最後まで諦めない、うん、さあドラム缶は捨てて戦闘を体制。第一航空戦隊攻撃隊第一航空戦隊のみんな頼みますね。頼むよ。良い判断です。駆逐艦竹了解だ。やっやるぜ。あ、改装された第一航空戦隊の力お見せします。何杯ね、一つでもいいから減らしてほしい。なかなか沈め。やるじゃないか。沈め。なかなか攻撃が回ってこない。弱すぎよ。来ましたね。沈めるな。どこかに当ててくれ。てやるぜ。よし、一石を落としてくれた。うん、いいぞ。夜艇は飛ばないか。照明弾と反射と。長波のパッドインはどうだ。まず一つフレッチャー攻撃できず。本当にね狙ってくるね。サシモどこに行く。オスに行く。200、これ400か。あーダメだ、これ止まってしまった。だいぶね半分はいけたんだけどね。なか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 ね。ああ私インチュラペットの働きがベストなの。わお私頑張っちゃったかな。ね、空母部隊は本当にね。田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。いけるいけるよ。そうだな、いけるぞ、うん、わらわが初春じゃ。よろしく頼みますぞ。レッチャーがね落とされたのがもっと痛いな。無事帰ってきました。よかった、うん、やっぱりカットインがね2本くらい刺さらないとね。
せないからね。補給こそ全ての基本だな。補給は大事。ありがとう。補給ありがたいです。でもね、まずは航空隊の確認から行きたいと思います。サートが隊、大丈夫ですね。まだ。ここ大丈夫です。トリピット隊は、ちょっと流星隊が減っちゃってますね。でもまだ不要範囲ですね。ホーネット隊は、うん。まあ、祝い隊がちょっと、ね、減っちゃってますけど、特に問題なし。アークロイヤル隊は全くね、全くではないんですけども、特に問題ないですね。あとは基地航空隊の方ですね。作戦計画概要をご説明します。さっきは初手でね、落としてくれましたからね。また一社問題なく。第二の方は、まあ、先ほどよりは被害が少ないですけどね。まあ、それでもちょっと怪しいな。第3の方は、まあ予想してた通り、第3中隊ね、全滅してしまいましたね。なので、ここは入れ替えします。まあ、一番ね、火力の出る3人をまたに変えます。なので、もう一回熟練度付けね、してから、挑みたいと思います。みんなに迷惑かけてるかな。いい感じに今なってると思うんですけど。この分はきっと取り返すから。カットインがね。敵もなかなかやるわ。体、直しておかないと。発動する、しない以前の問題ですからね。I'm sorry.後方でお休みをいただき、皆さんはあのごめんなさい、提督。気を楽にして見ていただけると思います、ね。もうスイちゃん、少しお休みもらうから。うん、私も、深呼吸をしてリラックスしながらねやっていかないと最後まで少し持ちませんので。時間はかかる。ね、皆さんもシャンボス today。まあ深呼吸。ないしね、飲み物でも飲みながらね、デート君温まりながらもう一緒していいんでしょ、ご視聴いただければと思います。うっそ、デート君、申し訳ありません。この体、修理が必要です。ちゃんとね、先ほど強化した長波と、はあ、もう私もはね、カットイン出してくれましたからね。あ、退役じゃないからね。海上博物館は、あ、まあ、勝利をつかむためには休息も必要よね。わかりました。もう休むよ。もう一息、うん。いやー、まだかすり傷だけどな。うん、あとは避難してるのは長ない。痛くなんかないけどね。ではでは、ちょっとね、また熟練の方をつけに行きたいと思います。さあ出撃よ。以後さたし、今は浮き輪に乗ってるけど、2回やればいいかな。作戦計画概要をご説明します。第1は、あ、違った。高弾作戦最終作戦会、さあ出撃よ。異号潜水艦の力見ててよね。なかなかね、道中がね来てくれないと、来ないな。まあ今までのパターンとしては PT の方にはよく来てくれたんですけど、無給の方に来なかったというのはね、削りの段階では多かったんですけどね。今回は逆のパターンになってまして、うん、でもね、やっぱどっちにも来てくれないと。さあいらっしゃい。まあ、我々の今の戦闘力では本体だけではね、
もうちょっと力が足りないんですよね。さあ、いらっしゃい。そうですね、あとは、まあ、試行回数なんですけどもね、時間は有限ですので有効に使っていきたいところですね、うん、作戦終了、艦隊が帰還したわ。うん、まあ、私も今、はい、補給いただきました。まあ、水をね一口いただいたところで、うん、私今は浮き輪に乗ってるけど、本当はもう作戦計画概要をご説明します。まあ、初日はもうボスに到達するのさえねできなかったことを考えるとだいぶ、まあ、編成も煮詰まってきたなとは思いますのでね。あと1分ほどしたらまたね熟練付けをして、まあ、その後休憩入れますから、まあ、35分ぐらいですかね。その頃になったらまた、うん、挑んでいきたいと思います。それと、あと、まあ、今日は今、20時32分になってすので、まあ、21時ですね。うん、まあ、そこまで今日はね、やっていこうと思ってますので、そこまでお付き合いいただけると嬉しいです。はい、となればあと出演できるのもあと3、多くて3回少なければ2回といったところでしょうか。降壇作戦、最終作戦海域、作敵の船底に大穴開けてあげるから。これで12回出撃をして、うん、8回ボスに行けたことになります。大量大量、これはもう、うん、立派な数字だと思います。あとはね、本当にね勝つときはね あってないくらいに終わったりするのがこのイベントの、まあ、醍醐味と言いますか、まあ、そういうの何度も私を見てきましたので。でもね、それがいつ起きるかっていうのはちょっとわからないですからね。だいぶ、うん、まあ、視聴者さん あのコメントも拝見させてもらってるんですけど、本当にね皆さんから応援をいただいて、うん、ここまで頑張ってくれた気がしますので、本当にありがとうございます。はい、補給いただきました。それではね、基地航空隊のみんなに休息を与えた後の出演したいと思います、ね、作戦計画概要をご説明します。疲労はねありますからね。よし、ね、潜水艦隊機関体外出撃します。体外もちょっとダメージ、そっか、さっき来日地球が終わり際に魚雷撃ってましたからね。怖い怖い。ごめんなさい、ちょっとお風呂に、この中ですか。玉ねぎやバレーショ、あと呼吸用の魚雷とかです。はい、今では、うん、まあ、支援艦隊もね、まあ、タイニエさんの潜水艦隊、赤木さんのね汚染と、もう、まあ、予定通りの、まあ、支援艦隊に来てくれてますのでね、まあ、編成の上ではこれで問題ないのかなとは思ってますけど、ね、
は。航空隊みんなは操作帯かな。ご説明します。良さそうですね。では、今日3回目、トータルでは12回目の実践ですね。行ってみたいと思います。嬉しいな。ソウリュウ、頼むよ。今度はね、迷わず来てくれてほしいな。うん。して、どうよ。航空隊、越戦支援艦隊。作戦計画概要をご説明します。第二中隊もね、若干ですけども、先ほどよりも粘度が上がってますので、後段作戦、期待できそうな予感がします。作戦要項です。基地区では行きましょう。大義、罰病しますね。では。海峡に向けて進路を取ります。嬉しいかも。それた、あ、間違えた。あ、連合艦隊組んでなかった。すごい、これをやってしまいましたね。連合艦隊組まずに出ちゃった。ほらダメだ。敵艦発見。どうしましょう。敵艦発見。やってしまいましたね。どうしましょう。本体だけで出撃してしまいましたね。これはダメだ。完全勝利と。嘘、私、第一艦隊だけね、出ちゃいましたね。すいません、借ります。無事帰ってきました、よかった。はい、ありがとうございます。やっぱこういうことがね、やってると起きちゃうんですよ。補給は大事。ありがとう。補給ありがたいです。潜水艦と編成ですか。お任せください。作戦計画概要をご説明します。あ、ちょっとね、基地航空隊にはちょっと休んでもらいましょう。と、あ、そうか、イオだけ、うん、これだと、これはもう仕方ないとやってしまいましたね。ミラコさんを使うしかありません。給料館を使います。ミラコちゃん大丈夫。さあ頑張りましょうね。マミヤさんとご一緒できてミラコ光栄です。そしてちゃんと軌道を舞台にしない、しませんといけないですね。浜波に怒られますね。ちゃんと動画見てなかったんですかと言われちゃいますね。第二艦隊にも入れていきましょう。マミヤさん、はい、イラコも頑張ります。イラコともどもどうぞよろしくお願いいたします。やっても確実に、うん、なるというわけじゃないよ、ね、うん、あまりそこは、うん、深く考えずにいきたいと思います、うん、ふう、ちょっと、うん、水を飲んでからしよう。
では、水も飲んだところで、眠たいと思います、嬉しいな。どうよ。作戦計画概要をご説明します。基地航空隊のみんな、いいよ。高弾作戦、最終作戦海域、作戦要項です、ね、基地航空隊との共同作戦が可能です。言ってますね。潜水母艦、行きましょう。抜病しますね。本当にね、使うのがなければ一番なんですけども、使おうと思ってね、出たわけですから、まあイベントですとあまり、惜しみなくね、嬉しいかも、使っていきます。まあこうやってもね、あまり時間もありませんからね。ファンムスたちを信じて、行きましょう。ファンムスたちにエールをお願いいたします。みんな頑張ってきてね。先ほどはうまく抜けれたんですけど、今回はね、アトランタ被弾をしてしまいましたね。嘘、わ、私、ありがとうございます。田中少々の士気に勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。ね、まだまだ、このくらいではね、諦めるわけにはいかない。先ほど一回ね、出演機を遅らせたことによって、何か変化が起きる時もあったりしなかったりしますので、初めて、空襲で航空隊がダメージを受けなかったか、流れが変わってきたか、敵艦発見、来たのか。始めるよ。消して消してと思いましたら、空襲で空襲で撤退ということになってしまいましたね。でもだいぶ久しぶりの防虫撤退ですね。嘘、私、流れが変わってきたような感じもしますね。ありがとうございます。悪いことだったりではありません。田中少々の士気に勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。いけるいけるよ。ここは、撤退します。無事帰ってきました、よかった。なかなかね、でもこういうのはあまりこう気にしないでね、はい、ありがとうございます。ボスに到達しても補給こそ全ての基本だな。勝利できるわけではないので、補給は大事、ありがとうね。補給ありがたいです。決戦支援艦隊のとこ、これでまた出撃可能です。よし、コンディションがね、いやだな、出ちゃったので匂いついちゃう、少しお休み。そっちは今、またこの中ですか。作戦計画概要をご説明します。する前にちょっと基地航空隊はきちんとね、休養させる。やっぱりね、疲労が溜まっちゃうんで、また休ませましょう。なかなかね、大丈夫です。私は今全く、
問題ないので、皆さんも、まあ、気を楽にしてね、見ていただければと思います。では、こちらも、イラコちゃん、大丈夫？支援あなたに。頑張りましょうね。頑張ってもらいましょう。みんなでね、頑張って。マミヤさんとご一緒できて、イラコ、光栄です。はい、これで、ね、支援あなたにも大丈夫と。とはそうですね、ちょっと基地航空隊がだいぶ疲労してる感じがするので、あと2分ほどね休憩してから、まあ、48分になったら出演機したいと思います。その間に、ボランタさっき狙われちゃったから、もしかして野戦だったら私はパス。どうしようかな。このネットですか。はい、いろいろと役に立つんです。例えば放射装置はアトランテンに持たせて、フレッチャーには基準してもらって、もうちょっと入れ替えてみる。ドランタ、ドランタが持ってきて、 I'm grateful for your support. 狙ってくるのであれば、ね、その対策をするだけなので、まあ、いいんじゃない。で、あとは、予定もさっきから発動がね、発動がちょっとできてないのは気になるところではあるんですけども、あれちょっとね、手に入れられないのかな。と言ってる間に48分になりましたね。見てしまって、7の1と51。7の1ということは戦果ですね。ご説明します。もうね。嬉しいな。こう戦果争いしながらイベントもね、同時進行っていう方の中にはいらっしゃるのでね。どうよ。大したものですね。右に同じということをいただいて、作戦計画概要をご説明します。頑張ってというか、ちゃんと出撃の状態をね指示をして、それがね私の役目なので、よし、艦隊もねちゃんと連合艦隊になってますし、いいでしょう。いとくけいとく新年明けまして、トータル14回目の作戦計画概要をご説明します。地航空隊も準備できました。高弾作戦、さあ行きましょう。最終作戦海域、潜水母艦大芸抜病しますね。まあ我慢比べというかね、進級をして出撃していきたいと思います。対空警戒を厳にせよ。みんなで、みんなで帰ってくるんだ。敵艦発見。敵を連れ帰るまで、ね、帰れないよ。
戦闘を用意始めるよ、うんうん、さっきとね同じようにアトランタ狙われましたね。でもね今回はきちんと対策をしてありますので問題なくやりましたね。せっかく同じところを狙ってくる方向は、なんとなくですけどね、あるような気がするので、なるべく、まあ道中でね、損傷が大きかったカンムスには、何かしらこう、ケアをする。まあ、今回は装備の方でケアをしましたけども、まあ、ちょっとそれは、できそうにないなと思ったときはもうね隊列を入れ替えるとかくらいしかやりようがなかったんで、うん、今回はちょっと強めの航空隊来た。よしでも、うん、抜けれましたね。無給の回がね怖いんですよね。このねまあこのって言いますけど、うん、私はね、柔らかい日だったのに今では凶悪な敵になってしまった。もう安らぎを求めることはできないですね。チーバートルかな？どんな感じになるかな？もうさっきからあんまり基地にダメージが入っていかない気はするけど、のせいかな。そうですね。私は連合レベリングです。いいね、さん。なるほど。そうですね。防空艦、やっぱりね、もらいやすいイメージですよね。私も次はねレベリングをしてみたいということですけど、もう実戦でレベリングですね。うわ、うん、半王子か。これなら大ダメージは避けられそうだな。果たして総理のみを大物を狙っていきましょう。さすがの支援ですね。叩き落とせファイヤーファイヤー十分の手法は盾じゃないのよ、うん、ようやくねやっぱりピーティングずっとダメージ受けましたけどようやく、うん、ダメージ受けずに超えられましたね。ああ私イントラペットの働きがベストなの。わお私だって私足柄がいるんだもの、うん、当然だけ攻略と、うん、そして敵のいるところにねもう一回どうかな落ちてくれるか。いやここは通させてもらいますよ、うん、ライオン警戒国防車列戦闘開始です。敵艦発見。どうしましょう。ハリーも機関艇発見。敵艦発見。どうしましょう。来ちゃったか。敵艦発見からの始めるよ。新艦隊頼む。そろそろ反撃よ。発進。これで残りは日程は3隻あと2隻いいよ、かわしてくれ。ソルピット航空隊装備は艦載機体によってはいけちゃうからブロックしたか。でもこれで攻撃はさせないよと。叩き落とせ。ファイ。まだね、第二艦隊。十の手法は盾じゃないのよ。
あーしぐれに被弾。この僕をここまで追い詰めるとはね。まあいいさ。うるさい敵だな。やってやんよ。ここは譲れない。あー馬並みを被弾。うん、なんてざま。覚えてろよな。また来るんだからね。骨を立つなよ。でも返す弾撃はね笑わないということで戦闘態勢に。うん、しっかりねダメージ与えてきますね。今回は抜きはね黙らせたんですけど、反対に第二艦隊に火を吹かれてしまった感じですね。サラの戦果がそんなに。提督のおかげですね。帰ったら乾杯しましょう。私足柄がいるんだもの。まだまだ道中戦に受けられれば大勝利。まだ可能性はあります。私ユグモ型駆逐艦13番艦直任しました。浜波です。浜波ちゃん通算今回のイベントで実は3回目ですね。やっぱり今回は浜波のイベントなのかこれは。うん、嬉しいかもね。うん、なんとかここまで騒ぎつきましたね。うん、本当ね、本当に油断ならないです。うん、でも中波になると、うん、まあ、反対にカットイン率は上がりますけども、そういったところも活かしていきたい。結構やるんだ。皆さん、カメスたちを応援してやってください。みんな頑張ってきてね。では、基地航空隊、見よう。落ちる。さらに一撃。2発とも当ててくれましたね。3撃は合わせてくれるか。4撃目、これは当たらない。5撃目、まずは1隻、もう1撃。当ててはくれましたけどね、落とすことはできなかった。頑張れ、コメントありがとうございます。今回も防空隊で一石でも多く、そして艦隊決戦飛龍。よし、初めてだ。3隻も落としたのは初めてだ。でもここでウッドレフィット、落ちてしまったけど動向線悪くないですね。さあ、あとは本体の攻撃で、よし、ボネットに間に合った。あまり好きじゃないけど、いい攻撃できればいい。そのダメージはブロックしたか。攻撃という、長波手法は盾じゃないのよ。中半からタイヤが。近代兵さん舐めないで。でも今回は空母部隊が残ってるんで、もうちょっとだけダメージが与えられる。もうそこは長波でブロック。サラの2体目140。アトランタに来たか。火を消して。もうそこは分岐した後だから、ね、でも空母戦機はもう棒立ちだったんですね。みんな頑張ってる。ホネット、よし、当ててくれた。さあ、
行きなさい。割合割合出るから割合で言ってくれ、うん、いいですね、うん、さあ本武蔵頑張ってくれ。さあドラム缶は捨てて戦闘態勢。第一航空戦隊攻撃隊全機発艦頼みますね。航空戦隊前期駆逐艦立て了解だ。やってやるぜ。改装された第一航空戦隊の力お見せします。見るな。新艦隊がねいい感じで来てくれてるので、残念。春菜が許しません。これはちょっとね言われちゃったけど、化け物もなかなか泣き叫び、いや沈んでいけ。うーん、あと800か。とかダメージは与えたいけど、しぐれくんいった。ああ、めっちゃ発動せず。そこで。なかなか沈め。やるじゃないか。朝霜。この朝霜にかかってこい。もっと、もっとだ。来いよ。でも、こんなんで本気の値、こんなもんないよ。まだまだ進むさ。800は無理かな。十の手法は盾じゃないのよ。いやだいぶ削ったんですけどね、うん、やっぱり長波のところがね中波でもいいか残ってくれるとだいぶ違うんですけどね。やっぱり狙われるな。サラの戦果がそんなに提督のおかげですね。帰ったら乾杯しましょう。みんな頑張ってくれました。だって私、足柄がいるんだもの。当然の結果よね。大勝利。長田さんが言うんだから大勝利です。うん。慶順、長良です。よろしくお願いします。はい、長良、よろしくお願いします。まあ、前回のね、イベントでは大活躍でしたね。うん。無事帰ってきました。いやよかった。割といい感じになってきましたね、うん、ではちょっと航空隊のね状態の確認をしましょう。サランフォローは、うん、大丈夫ですね。そしてイントレピッドも大丈夫ですね。フォーネット隊も大丈夫ですね。うん、アークロヒア隊はもう全く問題なし、うん、ね、竹さんねよろしくお願いしたかったとかね、まあ遊軍で何体か落としたいっていうところもねやっぱりありますしね、うん、よしちょっとね今回は、うん、次でねラスト今日ねしたいと思いますけど、編成の方で、うん、湿地艦を朝霜にしよう。ちょっと変えていきます、うん、そうそう、詰め詰め。あーこら提督、自分でできっからアホか。ここを変えて第21駆逐隊朝霜出るよ。かずみ、初霜ついてきな。それで朝霜に照明をね打たせてもらって、おお気が利くじゃん。いいねいいね。
照明さんには伝わってないですね。感謝と思っていただいて、おお、ありがたい。補給は大事。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よし、コーネットとイオンがちょっと不安な状態になってしまう。いけない、基地航空隊をちゃんとチェックしないと。退役じゃないからね。ね、会場博物館はチェックするところが作戦計画概要をご説明します。第一、ね、航空隊は、金のギリギリ残ってましたね。中一機だけ残ってました。で、第二中隊はまあですね。第三中隊ね、頑張ってくれましたね。うん、ちょっと落ちちゃったんで、こちらの中隊はこちらに変更して、そうですね、あと2回だけ熟練付けしてただご質問ですね、そうしましょう、みんなに迷惑かけてるかな。この分はいやいや、きっと取り返すから。他のハムスのカバーに入ってくれてるんで、もっと戦いたいんだけど、まだちょっとお風呂持ってるんで、最初の頃なんかはもう第二艦隊ごめんなさい、全くの状態で野戦に入ってしまうっていうことも多々ありましたから、まあ今ですとね、大体半分くらい。ちょっとやられちまったな。良ければ4隻も残ってる状態になってますから、だいぶそこら辺は良くなってきたと思います。少しお休みもらうから。そしてイオンもね、本当によくかわしてくれるのでありがたいですね。うん、細かい修理も大事。よし、いい湯て、いっとさ、もう一体もう一回ね、新年明けましておめでとうございます。さあ出撃よ、異号船司令官、新年明けましておめでとう。深呼吸をして、作戦計画概要をご説明します、ね、もう一回第一も出てもらいましょう。第三もね、砲弾作戦、最終作戦海域、敵の船底に大穴開けてあげるから。中にはね、ここで解剖艦で行ければね、特に、解剖をもらわなくてもいいんですけど、まあ、そういった燃料さえも、まあ、ケチっているというね、ところが涙ぐましいところです。わお、大量大量。カベカゼ船団、本当に大活躍でしたね。それに負けないように本体も、大戦果をね、いらっしゃい、得られるはず、今回は一機も落ちることなく、訓練、何事もね、練習しないと、まあ、実戦では通用しませんのでね、ここは大事ですね。はい、ね、作戦終了。艦隊が帰還。はい、補給いただきました。司令官、新年明けましておめでとう。作戦計画概要をご説明します。1回休憩させて、もう1回か、1回。司令官、新年明けましておめでとう。今年も海のスナイパーイムヤをよろしくお願いね。
ルシミレーターではなくて、かな、ちょっとずれてる。まあ、先ほどちょっと 運のね値を変えたりしたんで、まあ、数字的にはもうちょっと上がってはいるんですけどね。字が変わったんで、こうなって、今これこうなって。今長波の状態が、潜水艦隊機関大元出撃します。司令、今年もよろしくな。新年つうかな。いつだって頼ってくれていいけどな。これで燃焼と照明だ。照明弾だけだとこれで燃焼となったら燃えないか。ありがたいよ、また正月を迎えられたぜ。なあ島風、あれいない。まあいっか、提督今年もよろしくな。頑張ろうぜ。これでだいぶね数字の方も変わってきた感じしますね。うん、ではもう一度ね熟練道助に行きたいと思います。新年明けまして、さあ出撃よ。異号潜水艦の力見ててよ ね。これを出撃させてもう一回給油させてからだったら、次の出撃は今13分なので、まあ、3分か4分後段作戦18分、最終作戦海域、うん、作戦要項です。基地敵の船艇に大穴開けてあげるから。行きたいと思います、うん、その前にねこちらこれしてから行きましょう。強いなぁ。さあ、いらっしゃい。お、うん、着実に、うん、ダメージが出てる、うん、ところが見えるのでね。失敗はしていないところではあります。うん、あとは時間か、時間だな、うん、意味のレベルが上がってしまった。作戦終了、艦隊が帰還したわ。はい、補給いただきました。では基地航空隊を作戦計画概要をご説明します。割といい感じにはなりましたね。うん、潜水艦隊機関大元出撃
で起動ボタンを押して、ラインカウントですね。うん。では第二艦隊、うん、第二艦隊に、あ、第一艦隊か、第一艦隊に、もう一度、給料艦をね。イラカちゃん、大丈夫？さあ、頑張りましょうね。使って、うん、行きましょう。イラコともども、どうぞよろしくお願いいたします。2分ほどね、あったら、うん、出撃していきたいと思います。あと、補給用の魚雷とかです。はい、迎春とは言ってももうね、11日ですからね、そろそろ、うん、通常の模様にしていこうかなとは思いますけどね。解剖官たちが、こうね、力強い文字で書いてくれた、信念、護衛、安全、勝利。一つだけなんか違う危険とかって書かれてるのが、ね、なんだろうなと思いますけど、まあでも、うん、まあみんな、ね、たちにこう個性が出てるところが、すごい共感が持てるなと思います。それでは、時間になりましたので出撃をしていきたいと思います。第三艦隊、支援防虫支援ですね、でもらいましょう。嬉しいな。そして、SN 支援艦隊、うん、作戦計画概要をご説明します。基地航空隊と一緒にね、それではね、決戦の地で会いましょう。作戦最終作戦海域、作戦用潜水艦隊機関対外出撃します。行きましょう。本日の、ラストになります。カムスのみんなを応援してやってください。お願いいたします。嬉しいかも。第一警戒態勢で、航空戦戦闘開始です。敵艦発見。どうしましょう。敵艦発見。どうしましょう。オーダー、アトランタ来んのよ鉄道。うん、乗り切れましたね。まずは最初の航空戦突破できましたね。嘘、私、あ、ありがとうございます。よし、あたいが一番やりだね。頑張ります。もうこう見続けて2回目の空襲ね、を乗り越えていこう。敵艦発見。どうしましょう。どうだ、2回目の2級の攻撃を。アトランタ、背景にダメージが。今回初めての勝負にまでなっちゃいましたね。
とうございます。あたいが一番やりたい。時間を狙ってくる、この作戦を変えてきたんですかね。恐ろしいな。大破、まあ、機関が大破してしまえばね、もう問答無用で撤退ですしね。まあ、そもそも大破したら撤退するんですけど。他のところを撃たれるよりも、うん、やっぱりダメージきますね。そこを撃たれるとね。基地、派手にやられたな。ね、もう戦闘はもう始まっていますので、うん。支援艦隊にみんな来てほしい。迷わず、まっすぐね、来てほしいよ。陣形は定型陣か。攻撃戦はいいけど、巨大戦なら怖いけど、よし、来てくれた。対空見張りの伝としてよろしくね。よし、2隻を起こしたんで、あと4つ叩き落とせ。ファイア、ファイア、十万の手法は盾じゃないのよ。残念だね。めっちゃ撃たれてるな。骨を断つなよ。この朝霜にかかってこい。下がりません。もっともっとだ。そこで一回は一発残ったか。うるさい敵だな。やってやるよ。あ、足折れに行ったか。この僕をここまで追い詰めるとはね。まあいいさ。ナナミはね、なんとかかわしてくれたんだけども、最巨大が怖いな。装備は艦載機体によってはいけちゃうから。まあ、太陽が出てる時間の方が好きだけどね。夜、攻撃？ PT かわしてくれる。結局落とせなかった。いや、最初の航空戦で全部かわされましたからね。うん、ちょっとショックですね。ああ、私これで支援艦隊に来なかったからとんでもないダメージですね。私が勝てたんですけど、ね、当然の結果よね。大勝利、ね、大勝利大勝利、うん、もう済んだことは気にしない、うん。攻撃を開始しましょう。全艦突入開始。では無給。行きましょう。敵艦発見。みんなの力で。どうしましょう。赤いを有利に運んでいきましょう、うん、当たって当たって。来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。それは無勢だけど、そろそろ反撃よ。よし、あと1機だけ。運休は1機だけだ。第2艦隊もね、油断はできないから。装備は艦載機体によってはいけちゃうから。まあ太陽が出てる時間の方が好きだけどね。さあ、ここからは第2艦隊。撃て撃て。叩き落とせ。ファイ、なんか不安だな。攻撃戦も気を抜くんじゃないぞ。少し、あーしぐれ、危ない。もっともっとだ。ここは譲れない。来いよ。あー、2発来るか。さあ、始めるっけね。あ、フレッチャー。仕事始め。あぶねえ。あぶねえ。さっきの再来かと思いましたよ。びっくり。びっくりするな。なんか、ね、さっきから無給よりもね、第二艦隊の方が怖くなってきた。この戦い、ホーネ
ットの戦果が大きいっていうの？まあそうなるか。ごめんねみんな、せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。みんなの戦果だね。田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。正直ダメだと思う。いけるよ。でもかわしてくれたんで。さすがはしぐれです。うん。ユーグモ型駆逐艦4番艦、長波様だよ。さあ行くぜ。おう。長波様、行くぞ。おう。では、今日のね、最後、うん、戦いをね、していきたいですね。うん、そうですね、なぜここを連合にしたのかとはね、ここは、うん、なんとも言えないんですけど、中派はメギスということでね、よくよく言われてることなんで、まあ、今日、最後ね、全力で当たってあとは流れでなっちゃうけど、うん、きますね。結構やるんだな。加藤さんですね。うん、昨日あのコメントいただいてたんですけど、すみませんちょっと私見逃してて、もしよければあの読み方ね、加藤水明さん。水沖さんなのかな、ちょっともし読み方を教えていただけるとついたらね応援したいと思いますのでよろしくお願いします。それでは、うん、全力で向こうも来るんで、こっちもね全力で当たって、あとはね石と石にぶつかり合い、うん、第一航空隊に第一航空隊攻撃ができない。航空隊は第二航空隊はちょっとねだいぶ攻撃がね、第三航空隊でなんとか一隻、機関だけ落とせたかな。あ、水明さんですね。来ちゃった。お伺いしました。ね、近いからそのように始めるよ。したいと思います。やらせるわ。一隻でも最後の一貫になっても当ててくれ。よし。これでね、先制雷撃は2本。やだ、水が。何を思うかね、終わっちゃったけど。中波から3、こんばんはです。航空隊攻撃開始。よし、ホーネット隊もうかよ、もう全部竹製品狙ってますね。危ない、流れをかわしてくれた。あと突きゅう、ここは譲れない。突きゅう、よし、周波にした。これで何日もない。第一航空隊に戦力をね一発でも当ててほしい。頼みます。よし、ダメージ。あー、そうだ。でもね、クーポ正規今回も棒立ちにしてくれたんで、うん、ではもう攻撃できるのは、わあ、私はもう沈まない。ね、急に狙ってくるか。覚えてろよな、また来るんだからね。でもね、第二艦隊は全部落とせたんでね、うん、どうしても支援艦隊に頼みになるけど、頼む。
支援。人芸隊、戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん行きましょう。人芸隊47、了解、射点に着きます。とか400まで与えてくれればワンチャンあるんだけどね。大嫌い。お、人芸やるな。今回で150も与えてくれた。よーい、お願いします。100。瞳はどこだ。いいぞ、それでもいいぞ。魚雷、そしていいの。パッドインはどこだ。ああ、ブロックしたか。でもいいダメージ。シオン、巻き感に480。最後、シオン、どこ行く。ボス行った。おお、300まで削らせてもらったか。6択とかやって、照明弾、サーチライト全部出ましたね。あとは出るのか。朝霜も6分の1はした。ドン。あと5択フレッチャー出るかな。この私がここまでやられるなんて。どこに行く、どこに行く。ああ、下行った。残念。あと、しぐれの攻撃は中波だから。どうだこれ。うーん、まっすぐいった。79。長波の攻撃は中波で、あー、まっすぐいった。最後はね、もう一歩でしたね。チャンスもありました。スナイプもね、出してくれました。店内にも入ってくれました。ゲイケの状態。でもね、今までの中でも一番、ダメージがね、与えられたので、この形はいいのではと。思います。はい、無事帰ってきました。よかった。ということでね、今日は、本当にということで、まあ本当にもう日数はないんですけど、まああまりね、本詰めてやってもいい結果にはならないので、今日は、本当にここまでね、応援いただきましてありがとうございます。ファン虫たちをね、褒めてあげてください。それでは、今日ね、また、最後、今日何の日コーナーやらせていただいて、いただきたいと思います。少々お待ちください。積み重なっていくとね、いい結果が来ると思うんで、それでは今日のね、よいしょ、用意ができましたので、それではこれです。はい、本日、1月11日はですね、ウノの日となっております。まあ、皆さんも、まあ、ウノというとね、まあ、休み時間でやるにはちょっと時間が足りないかもしれないんですけど、まあ、修学旅行とかね、その先では、まあ、定番なのかもしれないんですが、本日は、この世界で約80カ国で たしなまれている人気のカードゲームを販売ですね、している、
日付はスペイン語やイタリア語で、ウノの数字は1を意味することから、まあ、1とね、1が重なる1月11日、これが記念日ということになったようです。まあ、平成28年、まあ、今から5年前に45周年ですから、今年で50周年ですね。だいぶ経ってますね。あ、チャンネル登録ありがとうございます。はい、そして、まあ、UNO についてはね、1971年にアメリカのオハイオ州で、理髪店を営むマール・ロビンスさんが考案して、まあ、その何年後ですかね、8年後ですか、広く発売されて人気になったそうです。まあ、入れ方はね、本当にもう、まあ、シンプルで、まあ、手札をゼロにしたものが勝利となりますけどね。まあ、その間に対戦相手のカードをボンゴへしたりして、まあ、最後はウノとね、宣言しなければならないというね、まあ、独特のゲームです。なんとね、このウノは、あの、バービー人形を作ったセグンド本店によくね、マルテ社という、まあ、このおもちゃメーカーで作られたそうなんですけど、もう1億ね、5000個もね、販売されてるということですから、もう途方もない数というのがね、まあ、世界中にあるということですね。で、最近の新しいUNOには、あの、私ちょっと見たことないんですけども、あの、まあ、指定した相手と手持ちのカードをすべて交換できる取り替えワイルドカードとかね、そういったものも新たにあるみたいなので、ちょっとね、怖いですね。こんなのやられたら、うん、形勢逆転というのも十分考えられますし、 あとは新たにね、自分でルールを作って書き込むことができるワイルドカードというのもね、あったりするそうなので、まあ、今はなかなかちょっとね、友達と、あの、会ってゲームするっていうのが難しくなっちゃったんですけども、まあ、落ち着いたらね、まあ、こんなカードゲームでもやってみんなと楽しみたいなと思います。はい。ということで、本日は1月11日、UNOの記念日を、紹介させていただきました。ね、カモン丸の、カンコレ、本日はルソン島沖、オルモック沖、竹の輝きの戦力ゲージね、今日で3日連続なっちゃったんですけども、今日もみんな頑張ってくれました。で、いよいよ明日ですね、まあ、望めるのが最後ということになります。うん、まあ、一応やるつもりなんですけども、ちょっと時間に関してはちょっと明日、まあ、私事があるので若干時間はずれると思うんですけど、うん、まず放送配信はしていこうと思いますので、ぜひね、明日も、見に来てください。お願いしますね。チャンネル登録も、してもらってありがとうございます。本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回ね、お会いいたしましょう。それでは失礼いたします。じゃあねー。